おはようございます。もうね、体がね、痛い。体がとっても痛いよ。チーム機械表記になってるだって嘘。私本当だ、チーム K ってなってる。本当だ、マジかよ。本当だ、チーム K になってるよ。勝手に変えようかな、自分で8って8も勝手につけちゃおうかな。ね、755はなってなくて安心した。だって嘘、それハルピョンも言ってた。だってね、勝手につけちゃおうかな。いや、今日はね、もうメイクもバッチリで、あとは着替えてお家出て、ちょっとまあ今日お仕事あるんですけども、多分明日は休みだと思うので、うん、もう今日ね、もう体がもう痛すぎてね、もう重い、体がすごい、うん、やばい、びっくり。お目目パチパチ、かわいい。これ志原さんのところのリリミューのビューラーです。なんか根元からさ上げるとさ、これすごい痛いなと思ってすごい涙出てたんだけど、あ、やばい、ギターが。なんか資生堂のビューラーでこうやって根元やって、最後毛先だけこうやってこのリリームで使うとめっちゃ上がるっていうことを今知った。昨日もこれ使えばよかった。で、昨日より全然まつげ上がってんだけど、コンサートの日よりさまつげ上がってるってどういうことねえ。コンサートよりまつげ上がってるってどういうこと。なんかすごいさ、使い方で逆に違う、ビューラーがね、新発見。このビューラーを使うといいっていうことを新発見しました。指原さんのところのリリミューのビューラーです。おすすめ、うん、今日はあったかいな。だってマジであったかいんだ。マジか、
アベメイと写真撮った、だって撮ったよ、めっちゃおもろかった。アベメ相変わらず最高だね、アベメって。アベメ全然変わってなかった。だって私から見たらもうみんな変わってなかったけどね、みんな全然変わってなかった。山田そのままなのすげえ。だって山田ね、おもろかった。おじいみんな変わってなかった。昨日は雨じゃなくてよかったですね。なんか雨予報だったよね。頑張れだった、ありがとう。でもなんか横浜のさ、ゼップでさ、8月にチームコンサートあるよね。私は K で、なんかさ、 K がある日さ、 B もあるんだけど、ってことは私たちお昼公演なのかなって思った。そうだね、お昼らしい。あ、そうなんだ。13時からなんだ。お昼公演らしいです、私たちは。じゃあ昨日と同じか。いや、昨日12時開演だったかな。昨日は12時半か。じゃあ昨日よりちょっと遅いってことか。4月、8月まであと3ヶ月か。じゃあ公園の抱きしめられたらとかももうやらなくなるのかな。マジかよ。抱きしめられたらできなくなるの。
マジかよ。ね、これからどうなるんだろう、わかんないです。なんか私あのさ春コンでさ映像流れた瞬間さ、え、新公演作ってもらえるのかなとかって思っちゃった。チーム A、チーム K、チーム B、チーム4で、え、もしかして新公演って思ったらまさかのチーム休止で、おいおいおいおマジかーって思った。そうだからみんなさ、なんかおーとかってなってたじゃん、客席も。だからさ、え、絶対新公演、え、新公演嘘でしょみたいな感じで急に力入れるやんって思ったら全然違った。なんかさ、もう私は次の日がチーム A と活動休止公演だからさ、チーム休止って出てさ、えー、ん？いやいや明日私たちチーム A と活動休止コンサートだしなって思って、なんかあんま、え、休止休止かぶっとるやん、休えみたいな、なんかもうなんか、え、こっちも休止みたいな、え、てか明日活動休止コンサートなのに、え、みたいな、なんかそう。なんかよく分かんなかった。うん。新しい組み合わせの公演ってどんな組み合わせなんだろうね。だって、ま、あれじゃない、鬼滅っていうか年が近いっていうか、わかんないけど、あれ見た限りでしかわかんないけど、普通にまたチームメイトのメンバーと公演するのかなって勝手に思っちゃってます。うん、鬼滅とかって書いてあったから。そう、結局だってファンのみんなもね、それが見たいって思うファンの方も多分多いと思うから、私のファンの方もやっぱチームメイトのねメンバーとかと公演出てるのが結局嬉しいみたいなとこありそうだし、まあそれもねいいんじゃないかなって思います。また組閣なんだ。だってでもなんかよくわかんない、わかんない。ま、またねなんか続報をお待ちくださいちょっとあんま本当よくわからないからね、まだちょっとあんまわかんない。てかもうね、明日のことで、その発表があった時も明日のことでねいっぱいいっぱいだったので、なんかもうあーって、うん、お、15分経ったということでね、皆さん本日の配信見てくれてありがとうございました。
ということで、じゃあ今日の配信はこれで終わりたいと思います。じゃあ最後にランキング読みます。いきます。13位ジャンアット群馬ニアおだし、12位よもやよもやだアットうまいうまいうまい、11位怪盗14125、10位とっさんアットおだし、9位かほ、8位ひのと、7位筋肉愛好家、6位 YSA73、 5位グアパット群馬ニア、4位ボマ、3位マッカーシアットおだし、2位マーアットおだし、そして1位はクマティー、ありがとう。ということで配信終わりたいと思います。ありがとう。バイバーイ。